ほら、逃げる逃げる逃げる。捕まんないね。あ、もう捕まえた。そこで捕まえたらちょっと面白くないぞ。早いな。コース持ってかないの。はい、本日はダイソーさんから発売されたこちらのおもちゃで遊んでみたいと思います。こちらのおもちゃ、対象年齢が3歳以上ということで、まあ、お子様用のおもちゃらしいんですけども、組み立ててビー玉が転がるということで、はいはい。まあ、うちの猫とかでも遊べるのかなと思って、ちょっと購入してみました。はい。こちらのおもちゃ、2タイプありまして、こちらがタイプ A、組み立て式の79ピースだそうです。こちらが300円プラス税の税込み330円。そしてこちらがタイプ B。こちらが88ピース入っているそうで、こちらも300円プラス税の、税込み330円となっております。はい、それでは早速、はい、タイプ A の方から開けてみましょうかね。こんな感じで、うん、子供用のブロックですね。ブロックとビー玉が2個入ってるのかな。ビー玉2個付きですね。はい、こちら箱の裏が説明書になってますけども、この通りに組み上げていくとこういう感じになるようです。そしてこのコースをビー玉が転がっていくというおもちゃらしいんですけども、早速組み立ててみたいと思います。これ対象年齢3歳以上だそうですけども、3歳の子供が1人で作るにはなかなか難易度高いんじゃないですかね。緑色のパーツをベースにするのかな。絵だけの指示なのでちょっと分かりづらいですね。これはこうですかね。この説明書、すごくわかりづらいです。お子様一人だとこれ作れないんじゃないですかね。だから、パパママおもちゃ、お父さんお母さんと作ってくださいってことなんですかね。この説明書だけだと全然、子供だと作れないと思います。ここまでで、あ、ちゃんと転がりますね。はい、一応完成しました。なんかパーツちょっと余ったっぽいんですけども、適当なとこにくっつけて、一応これで完成ということで、大体こんなもんですよね。はい、それでは、はい、ちゃんと転がるか試してみます。ちゃんと転がりますね。これでいいようです。それでは B タイプの方も組み立ててみます。はい、こちらが B タイプのパーツになります。こちらは88ピースで、B 玉がこちら3個入ってます。A タイプの方は2個だったんですけども、こちら1個多いです。はい、早速作っていこうと思うんですけども、こちら説明書見る限り、A タイプの方よりも、ち
っと複雑ですね。難しそうです。はい、いくつかブロック部品残りましたけども、B タイプこれで一応完成です。この余ったブロックはどっか漏れてるんですかね、それとも A タイプと合体させるときに使うんですかね。まあ、とりあえずこれで試してみます。はい、ちゃんと転がりますね。ではこの B タイプを A タイプと合体させてみたいと思います。 A タイプ B タイプの合体のやり方は全く説明ありませんね。これで形状を見る限り一回バラして勝手に組んでくれっていう感じなんですかね。はい、ここに合体例って書いてますね。これ一例なんで、特にこの形状にならなくてもいいっていうことなんですかね。はい、とりあえずこれで2個合体させてみました。こちらに余剰パーツありましたんで、これビー玉置きにしておきましょうかね。あ、一応ちゃんと転がりますね。ちょっと段差あったりして不安なところもあるんですけども、まあ、とりあえず最後までいけますね。はい、AB パーツ合体成功ですね。はい、これで A パーツ、B パーツ、合体しました。早速遊んでみたいと思います。これ見て見て見てくれ。転がるね。ほらもう一回いくよ。あ、止めちゃった。ほら、逃げる逃げる逃げる。捕まんないね。もう捕まえた。そこで捕まえたらちょっと面白くないぞ。早いな。コース持ってかないの。あ、取っちゃった。
アホちゃんコース戻したらダメよ。取っちゃう。はい、ということで今回はダイソーの転がるコースターで猫と一緒に遊んでみました。これ作るのに結構難しくて時間もかかるんですけども、まあ作ると、子供だけではなくて猫もこうやって遊んでくれますので、猫を飼っている方は一度試してみてはいかがでしょうか。それでは本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ああ、壊しちゃった。